下の報告書は、SCP-1210-JP が未収容の際に作成されたものです。最新の特別収容プロトコルと概要は文書 1210-JP、レポート第7版を参照してください。アイテム番号 SCP-1210-JP。オブジェクトクラスユークリッド、暫定的。初期回収プロトコル、カバーストーリー、毒物流出、ノルフにより、エリア、1210JP 付近の住民の避難は維持されています。1210JP、初期回収プロトコルには、規定現実改変能力者回収プロトコル、4を適用し、実施は三上博士が指揮する現実改変能力者対応機動部隊が担任します。説明、SCP-1210JP は斉藤、として知られる日本人男性で、精神に異常をきたした現実改変能力者です。収容に至っていないために詳細な内外ヒューム値は判明していません。SCP-1210JP は発見時点、2000年8月10日から現在まで、自宅守護人という肩書きを自称しており、自身は労働のない社会の実現を目指す宗教団体、ニート教団に属する最高位の聖職者であると主張しています。SCP-1210JP は日本の県、市に位置するアパートの 2B 号室、エリア、1210JP と識別を活動の拠点としています。基本的に SCP-1210JP は、常時エリア、1210JP 内部にこもっており、その外部に移動した事例は発見以降に確認されていません。SCP-1210JP はエリア、1210JP に近づく人間に非常に敵対的であり、大抵の場合は現実改変を用いた攻撃を窓やドアから行ってそれらを追い払おうとします。ホイ1異常性発言前の SCP-1210JP 以下、斉藤氏と表記は、エリア、1210JP を生活の本拠としていましたが、同性人などはおらず、長期間にわたって社会的交流を絶っていました。そのために人的情報源が少なく、今回の攻撃的行動のきっかけにつながるとおぼしき情報は今のところ得られていません。ホイ2文書 1210JP、インタビューログイ、1。有知性異常存在取締法に従い、初期回収プロトコル実施前の自主的収容を要請する交渉が SCP-1210JP に対して行われました。本交渉は、異常性確認前からエリア、1210JP にて使用されていた家庭用固定電話機を通じて行われました。以下はその内容です。日付2000年8月10日、対象 SCP-1210JP、インタビュアー三上博士。記録開始。もしもし。君は斉藤、7。あなた様は私の継承と討議に耳を傾ける迷える子羊でありましょうか。私は君が扱う気を有情的な能力の専門家であり、それに対応する部隊の指揮官だ。我々には保安上の理由により、君を捕獲する義務がある。現時点で君は我々によって完全に包囲されている。君が行うあらゆる抵抗、または逃亡は必ず徒労に終わる。今すぐ投降して部屋から出てきなさい。私を捕らえることがあなた様のお仕事なのでしょうか。そうだが。疲れませんか。ゆとりを持ちましょう。投降するのか、しないのか、答えてもらおう。なぜ私を捕獲する必要があるのです。保安上の理由とあなた様は申されましたが、私は自宅を過ごしているだけで、外部からの干渉がなければ全くの無害な存在です。放っておいてくだされば良いのです。そうすればあなた様のお仕事の減り、私の打眠もはかどる。強大な能力を保有しているという時点で君は大変な脅威だ。我々には気を有情的な脅威を収容する義務がある。私には自宅を守護する義務があります。あなた様も仕事などくだらないことをしていないで、唯一神。母、を崇拝しましょう。さすれば、母、の加護により永遠に養われ、働く必要がなくなります。君みたいなのがいるから私も仕事があるんだ。君が投降してくれるのなら、それも早く済むのだが。この聖域から私が離れることはありません。私には自宅を守護する義務があるのです。投降する気はないようだな。次はいくつか君に質問をしたい。我々の間には何か誤解があって、
平和的な解決方法を見逃しているのかもしれない。君の目的は何なんね？ダミン島王着に満ちたこの聖域を過ごすることでございます。拠点を防衛ということだな。君は強大な能力を保有しているようだが、どのようにしてそれを習得したんだね？はは、より超愛を賜っているのです。見放されぬよう、愛に報いなければ。通話が切断される。記録終了。覚書自分を特別視する現実改変能力者は珍しくないが、SCP-1210JP からはそれらのケースとは何か異なるものを感じる。何にせよ、こちらの言うことを聞く気はないようだ。部屋から引っ張り出してやる。三上博士。記録文書 1210JP、初期回収プロトコル、日付2000年8月11日。1210JP、初期回収プロトコルが三上博士の指揮のもと、現実改変能力者対応機動部隊によって遂行されました。目標であった SCP-1210JP は問題なく回収され、現在はサイト、8181に収容されています。回収の際、SCP-1210JP は機動部隊員らによってエリア、1210JP 圏外に運び出されたと同時に、脳機能に重度の障害を発生させました。この脳機能の不全から、現在の SCP-1210JP からは日常生活能力、コミュニケーション能力が失われています。加えて、脳部はからは現実改変効果の痕跡である内部ヒューム値の微細な変動性が確認されました。SCP-1210JP が何者かの現実改変を受けていた可能性があります。収容後の検査により SCP-1210JP は、保有する内外ヒューム値が正常値であり、自力にて現実改変能力が発揮できない状態であることが判明しました。収容後の調査の結果、エリア、1210JP 内の空間ヒューム濃度は 0.6HM と低い数値を維持していることが判明しました。これにより、エリア、1210JP はクラス C の現実性希薄領域に分類され、SCP-1210JP が根源と思われていた全ての現実改変は、エリア、1210JP に SCP-1210JP の表層意識が介入したことによって発生したものと結論付けられました。今回の SCP-1210JP の攻撃的行動の起源、目的は未だはっきりしていませんが、現在は現実改変能力を自覚したことによる古代妄想及び精神異常であったと考えられています。追記1さらなる調査の結果、エリア、1210JP の構造体である壁、天井、床面の内部ヒューム値は 4.5HM と高い数値を維持しており、エリア、1210JP 内の現実性希薄の影響によって引き起こされる現実改変の効果流は、その壁、天井、床面を起点としていることがわかりました。追記2サイトウ、死の身元を調査した結果、その母親に該当する人物が亡くなってから現在までの約4年の期間、個人の収入がなく、どこからも金銭的な援助や扶助も受けていなかったことが判明しました。手持ちの資産を生活費に転じた形跡も発見されておらず、サイトウ、氏が現実改変を生活に用いていた可能性が示唆されています。追記3サイトウ、氏の SNS 上の活動履歴を参照した結果、サイトウ、氏は東京都江東区にて行われる規模の大きいイベントに、オリジナルのキャラクターの扮装を施して参加する計画を立てていたことが判明しました。そのキャラクターの容姿や設定が、収容以前の SCP-1210JP の特徴とほぼ一致していることから、異常性の起源と何かしらの関連があると考えられています。追記4。研究者提言エリア、1210JP を現実性希薄領域に分類するには、あまりにも例外的な要素を多く含みます。私はあれを無生物の現実改変オブジェクト、知性を持たないため自発的に現実改変能力を発揮することはなく、内部に存在する人間の表層意識を頼りに改変を行うもの、と認識すべきであると考えます。また、SCP-1210JP の攻撃的行動の起源調査においては、エリア、1210JP にて改変のきっかけとなった人物が、その改変の対象となるか否かが重要であると思われます。典型的な現実性希薄領域における現実改変の効果流の起点は、改変のきっかけとなったその人物の身体です。
現実改変の強度は、改変の起点となるものの内部ヒューム値に強く依存します。内部ヒューム値は現実改変の耐性力としても働きますから、理論上、改変者が自分自身を改変させるほどの改変強度を発揮することは基本的にできません。エリア、1210JP の場合、改変の起点は改変のきっかけとなった人物の身体ではありませんでしたし、加えて、起点となる部分の内部ヒューム値は水準よりもはるかに高い数値でした。つまり、エリア、1210JP で引き起こされる現実改変は、改変のきっかけとなった人物も対象とする公算があるのです。斉藤氏はコスプレの催しに参加する計画を立てていました。斉藤氏が、エリア、1210JP で紛争の練習をしていたとしたら、架空の人物になりきる、という斉藤氏の表層意識に反応して、エリア、1210JP が現実改変能力を発揮した可能性も考えられます。以上の点から、現実性異常対応部門監督下でのエリア、1210JP を用いた実験を推奨します。土橋博士現実性異常対応部門上級研究員。現実性異常対応部門の要請により、エリア、1210JP にテイク度下の実験が行われました。いずれの実験でも上記の仮説の実現性を示す結果が得られたため、エリア、1210JP は現実性希薄領域のカテゴリーから外され、無生物の現実改変オブジェクトとして再識別されました。現実性異常対応部門から、初期回収時に見られた SCP-1210JP の脳機能不全の生じ方は、動作原理を理解されずに現実改変によって変異した物体が、現実性希薄領域を脱した際に見せる動作不良のそれと類似しているとの指摘がありました。これらを鑑みるに、発見の時点で SCP-1210JP は自分自身の精神、脳の物理的状態を無意識のうちに改変してしまっており、エリア、1210JP から脱すると同時に脳機能不全に陥る状態にあったのだろうと考えられています。自宅守護神とやらは、自宅を守っていたのではなく、自宅に守られていたのだ。三上博士。